コップね、コップね、コップねがあれば対岸まではひとっ飛び。お前な、簡単に言うけど分かってんのか？小舟をこっそり借りるだけでも大変だぞ。そうだよ、特にアガーテの守り手の中でも特に私たちにうるさいからね。大丈夫大丈夫、そうそう簡単に。ああ、それで構わない。船着き場の方の手配はモリッツさんのし、こんな田舎の村に第一印象もない。噂の商人さんは